おはようございます。越川でございます。今朝ネットのニュースでびっくりしたのは、羽田さんの息子さん、衆議院議員のですね、亡くなられましたね。急だったということで、PCR 検査を受けに行こうとしていた矢先であったと聞いています。詳しいことはあまり、マスコミにもまだ出ていないんですけれども、PCR 検査を受けに行こうとしていたのはもうすでにやっぱり医療機関にかかっていたと思われるんですよね。咳が出ていたということですから、やっぱり個別差はあるんでしょうけども恐ろしいですよね。普通の風邪だとこういうことってのはちょっとないんで、コロナは新型コロナは風邪だと言われる方もですね、おられますし、軽症で済む方がほとんどというふうにも言われてますけれども、実際にですね、これだけ急激にその免疫反応が更新するっていうのはちょっとやっぱり違う面もあるんじゃないかなっていうふうに私は前から思ってますね。免疫不全っていうことになるんで、サイトカインストームを起こすともう手の施しようがないんですよね。本当にまだお若いのに、ね、53歳ということでこれからを期待されていたと思いますけれども、ご冥福をお祈りしたいと思います。